マジでうまかったよな。てなわけで。マジでうまかったよな。カズレーザーも見てます。それはカズレーザーからのメッセージ。全く一緒じゃん。なんでカズはプクーってしてんの。なんでプクーってしてんのこの時。なんか。そのまんまじゃん。しかもバリ緊張してるって言ってたからな。大石さんって本当に何でも自分の曲にしちゃうよな。すごいよな本当に。俺サクリファイスって呼んでんだけどさ、いやマジ大石さんが歌うと全部大石さんの曲になっちゃうんだよな。何かを求めて何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で。この人がエモンってマジ。春の風を待つあの花のように君という光があるのなら、めくりめくる運命を超えて咲かせる。あ、大石さんね、ここでちょっと多分ハモリミスったんだけど完全に修正してた。あのね、だすごいの。あの、プロっていうのは、あの、やりながら調整できちゃうの。プロっていうのは、あの、例えば何かが起きた時に対してすぐに修正ができるの。だからプロなんです。もうここには、もうここはもう完全に合ってる。だからもう自分の中でチューニングが終わったんだろうね、この中で。もう、レベルが違う、本当に。まずあのファルセットで、まずあのお前らマジ裏声出してみ、カスカスだから。あのこんなにファルセットがまず響くことってまず現実でありえないことなのね。ありえないことが起きてるの。みんなはあの本当に話半分で聞いてるかもしれないけど、 ありえないことが起きてるんですよこれ。まあこういうのでミックスボイスって言って、裏声をあの、鋼兵さんじゃない方のミックスボイスって言うんだけど、あの、ちゃんとね、裏声と地声を合わせて、あの、高音、ファルセットって本来なら音って絶対響かないのね。にもかかわらず、あのもう、なんだろう、なんかもう普通に響かせられるっていう、これはね、もう、あの、特殊技能だから、一種の。これはね、できようと思ってできるもんじゃない。ギターもうめえよな。まずあのギターを弾きながら歌うのって、あのジャニーズがカラオケでマイク持って歌ってる、あのまず 3,4 倍むずいのね。あのまず歌うだけなのと、あとギターを弾きながら、あのしかもあのこれってちょっと跳ねてるリズムだから、ダンラダンダンドジッドドンダンダンっていう、この要はちょっとあの要はボサノバとかでよくあるドンツッタンドキッドンタタタドデンドドンタタタっていう、この3連符の跳ねリズムなのね。まあ、スイングではないんだけど、ちょっと跳ねてる、ボサノバ風の跳ねてるリズムって、ただでさえ、あの、四分音符というか、そういう、なんか四分音符、八分音符、十六分の世界じゃないから、まずこういう若干跳ねたリズムで、まずね、あの、ちゃんとした演奏をしながら、まずで、歌を歌うっていうのは、もう異常なの。まず。本当に。ダララララ、ダララララ、ちょっと、ダララララ、うん。あの、ダラララって言ってんで、ダラララッ、ダラダラララとかならまだ簡単なのよ。ダラダラララッ、ダラダラララッ、ダラダラララみたいな簡単だけど、ダンダドゥンタッ、ドゥドゥンテ、ダンダドゥンテ、ドゥドゥンテ、ダンダドゥンティ、ドゥドゥンテ、ダンダドゥンティみたいな感じの、この跳ねたリズムで、で、しかも歌は、歌自体は、あの、そういう跳ねが入ってないっていう。ルルルッ、ドゥンテンテン、テンテレテン、テテン、テテンテテン。まずみんなこれできないでしょ。あの、俺も音楽やってるから一応できるんだけど、こういう、あの、手でリズム刻みながら、あの、歌うってまず難しいの。でれれてんてんてん、てれてん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 
これ、でもこれね、できる人とまずできない人がいる。で、これにまずギターの音が入るから、もう終わりなのよ。終わり。で、しかも、アタギさんのめちゃめちゃ強い主旋律に、ハモリとして合わせると。もう終わりなのよ、マジで。なんかね、もうすごい、もう、次元が違うことやってんの。リズム感と音感と、演奏技術、すべてが揃って初めてできることなんですね、これはね。うん、やってることがすごいの、本当に。当たり前のようにやってる。プロっていうのは、めちゃめちゃすごいことを誰でもできるように当たり前のように楽々できることのことをプロと言います。はい。めちゃめちゃ難しい技術を難しそうに弾くのは二流なんですね。こういうめちゃめちゃな技術を、何事もないように弾いてしまうっていうのが、まあ、一流の証ということになるんじゃないですかね。はい。だからプロなんです。本当のプロは、超絶技巧を難なくこなす。鼻歌混じりに。でも俺が、こう、もうオタクになっちゃうぐらい、もうすごい演奏だ。だから俺も震えてたもん、もう。ガカ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 ガ。こう、もう実際、生で聞くと、これのさらに倍やばかったのね。うん。藤井風の介護官。コメントの ID が。はい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 。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、情報提供ありがとうございます。自らわざわざ、はい、飛んで火にいる夏の虫ありがとうございます。了解。感謝。情報提供感謝。しかも本人から。感謝して。でねでんてん、カチッ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 。俺は加藤さんとかモコさんみたいに、心が広くないんでね。